元気出してくださいね。今日は、30分しかできませんが、そうだな、まあちょっとね、社会はダメだみたいな、こう反社会的な歌をね、今から歌おうかなと思います。聴いてください。卒業。影芝生の上吸い込まれる空、幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り、教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるもの、意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき、俺たちは風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。笑い声とため息の方はした店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心、刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けた。自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で、許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながら、それでも過ごした。一つだけ分かってたこと、支配からの卒業。